皆さんこんにちは。よみチャンネルへようこそ。日本語講師のよみです。今回の動画は日本全国の方言について見ていこうと思います。日本では韓国の8道に相当する地域の単位を都道府県と言います。都は東京都1つ、道は北海道が1つ、府は大阪府と京都府が2つ、そして残り43の県があります。これを全部で47都道府県と表現します。今回は日本の Wi-Fi の CM で同じセリフを47都道府県各地の方言で言っていく方言リレーの動画を皆さんと一緒に見ようと思います。ちなみに私は幼い時は東京で、学生時代は大阪で過ごしたので標準語と大阪弁が使えます。ほな今から始めるで、スタート。ねえ知ってる？おうち Wi-Fi ってとっても早いんだよ。快適だからつなげてみてね。おうち Wi-Fi ってこだま早いんだよ。快適だからつなげてみろ。おうち Wi-Fi って大変早いと快適だけつなげてみなせ。おうち Wi-Fi ってバーカ早いだよ。快適だからつなげてみるだよ。おうち Wi-Fi ってめっちゃ早いんよ。快適やけんつなげてみてな。おうち Wi-Fi ってめんらはえんだ。快適だからつなげてみせ。おうち Wi-Fi ってわっせ早いんだよ。快適だからつなげてみてね。おうち Wi-Fi ってどばやいじゃんね。快適だもんね、つなげてみりんね。おうち Wi-Fi って外に早いんだで。快適だけんつなげてみないよ。おうち Wi-Fi ってめっちゃ早いねんで。快適やからつなげてみてな。おうち Wi-Fi ってとっても早いんだかんね。快適だからつなげてみてみ。おうち Wi-Fi ってとっても早いげん。快適やからつなげてみてや。おうち Wi-Fi ってえらい早いがんぜ。快適やからつなげてみだれ。おうち Wi-Fi ってオッケー早いんよ。快適じゃけんつなげてみてな。おうち Wi-Fi ってすんげー早いんだよ。快適じゃけんからつなげてみ。おうち Wi-Fi ってなまら早いしょ。快適だっけ、つなげてみるべさ。おうち Wi-Fi ってめっちゃ早いねん。快適やからつないでみてな。おうち Wi-Fi ってでーれ早いんやお。快適やでつなげてみてね。おうち Wi-Fi はがいに早いだに。快適やけんつなげてみちょうて。おうち Wi-Fi ってめっちゃ早いねん。快適やからつなげてみてな。おうち Wi-Fi ってうんと早いがちやん。快適やけつなげてんやね。おうち Wi-Fi ってとっても早いんだよ。快適だからつなげてみてね。おうち Wi-Fi ってたまげた早いんだ。快適だからつなげてみてけろ。おうち Wi-Fi って真剣早いんで。快適やけんつなげてみてな。おうち Wi-Fi ってとっても早いんさ。快適だからつなげてみてね。おうち Wi-Fi ってめっちゃ早いんよ。快適やけんつなげてみて。おうち Wi-Fi ってめっちゃ早いんよ。快適じゃけつなげてみてね。おうち Wi-Fi ってめっちゃ早いねんで。快適やからつなげてみてな。おうち Wi-Fi ってすんごく早いんだちけ。快適だからつないでみてちょ。おうち Wi-Fi ってバーカ早いがよ。快適だっけんつなげてみてくれね。おうち Wi-Fi って手げ早いっちょじ。快適やからつなげてみてん。おうち Wi-Fi ってめちゃ早いんだよ。快適だからつなげてみろしね。おうち Wi-Fi ってめっちゃ早いけん快適やしつなげてみてな。おうち Wi-Fi ってバーリ早かとよ。快適やけんつなげてみんね。おうち Wi-Fi ってとっても早いんだ。快適だからつなげてみてけろにゃ。おうち Wi-Fi ってどいらい早いんやで。快適やからつなげてみてね。おうち Wi-Fi ってバーリ早いとよ。快適やけんつなげてみりよ。おうち Wi-Fi ってとっても早いんやぞ。快適やで使ってみねの。おうち Wi-Fi ってとっても早いんだよ。快適だからつなげてみてね。おうち Wi-Fi ってデージ早いんだよ。快適だからつなげてみるといいさ。おうち Wi-Fi ってめっちゃ早いねんで。快適やからつなげてみてな。おうち Wi-Fi ってガバイ早かけん快適やしつなげてみんしゃい。おうち Wi-Fi はエラが早いっちゃ。快適だからつなげてみてけろ。
おうち Wi-Fi ってめっちゃ早いねんで。快適やからつなげてみてな。おうち Wi-Fi ってとっても早いんだで。快適だもんでつなげてみりーや。おうち Wi-Fi ってバーリ早いんよ。快適じゃけつなげてみんさいね。おうち Wi-Fi ってまんず早いのよ。快適だからつなげてみてけろな。ドローン。日本方言めっちゃ多いやろ。でもいろいろあってめっちゃおもろくない？ほな今日も動画見てくれはって大きに。おもろかったらチャンネル登録といいねボタンも押したってな。また見に来たってな。バイバーイ。